きまして、あの黒いやつだけは絶対殺す。絶対殺す。じゃあ、ここから重なってるぜ。いや、すごいよ。割り切れたな。ついでに水色も殺す。そらエリトラ買い占めて強武器もあんな持ってたらそらヘイトも買うわ。ひどいよ。ピューとか手ぶち殺しあるからな。たぶん一番最初死ぬんじゃないか。ボコボコにされんじゃないか。いろんなやつに後ろ、後ろ、後ろ、グリことしてないのに。俺はいかねえけど、殺されたら俺の方がまだそんな怒ってない。あ、殴った。あー、これ自己死しなくね。自己死は怖いね。自己死は怖い。自己死怖いよ。自己死は嫌じゃん。上向けば大丈夫。自己死は嫌じゃ。武器、あれだよな、初手の回復はあれ絶対しなきゃいけないんだよな、これ。あ、そう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 、ミスだよな。かー、クソ雑魚、クソ雑魚すぎる。どうしようこれ。どの武器も一生懸命作った人がいるんだぞ。せやな、殺してやろう。ごめんなさい。絡まる。ちょっと待って。ちょっと待ってきて、お前。あやんのかてめえ、これお前誰だ。なんか飛んでやった。やつ、ちょっと危ねえ。4人は出し、4人は出し、4人は出し。4人頼まれてる。よっしゃ。くそ。フレイムアロー。あー、フレイムアロー。いや、4人は出せよねえよ。くそ、逃げろ。やられてますやん。逃げろ。まあ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 、3人いるところでやるのは良くないぞ。皆さん見てください、これこの矢、俺があったんですよ、このバイザイの俺の矢、この矢。いや、わかんない、いろんなやつに俺も矢だったから、そうなんですよ。この2個、だいぶ当てたぞ。ノーディンスタってやつ。うわ、なんか追っかけてきた、なんでお前来てんの、お前。どうも、びっくりした、お前。なんで一回散る流れやん、あれは、お前。散ったらお前追ったねん。あなた、あなた何考えてんのよ。あなた、落ちてないよな。俺は良くない。追っかけてきてんじゃないわよ、全く。人が逃げる方向見とけよ、攻めて。なんで構えになるの、そこで。おばちゃん多分勘違いだぞ、もう。そんなの、おばちゃんついてこないんです、ね。いやいや、あの子ついてきたよ、絶対。絶対私が行った方向になんかあると思って、あの子、どこどこ来たわよ。勘違いだよ、おばちゃん。私全部分かってんだから。お見通しなんだから。全然。やだ、そんな仲間行き、やだ、俺。仲間行きなの、これ。俺仲間行き想定してなかったわ。お見通しって言われたら仲間行きしか俺出てこない。あれ、これ出ちゃうのか、塩変わったか。いや怖いよ。あらいいですよ。争っている。右から来い、奪い、左から来てるぞ。どうするの、あいつやらね。なるほど。どれ、なんでだよ。向こう側、向こう側。どれやらねえよ。あれ向こう側にいたんだよ、今。ホスト。別に遠くから出てますから。来たよ、エリトラ来たよ。どこエリトラだったら、エリトラ欲しいんだぜ。まあ一回別れようぜ。エリトラを買って、来週に行こう。まあ、その方が絶対。会話あるからね、もう。シーミング以外なら OK。ここで争ってたら、夏の。シャープ1か分からんけども、夏の二の舞だから。てめえ、この、ぶち殺しちゃう、この。お前、おらやん。おら、もうやっしやる、この。見たい、見たい。しかねえんだよなぁ。あ、やっしょ、ボケー。バー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 。よこしいなぁ。今持ってんじゃねえかよ。ウッキウキで拾ってるなぁ、今日ね。あいつ、なんだ、最高だぜ。おいしい。あいつ腹立つなぁ。やったらやったらで腹立つなぁ。あとちょっとだったんじゃないかな。これ何持ってたんだあいつ。あお前またそんなやらしいの持ち物か。持ち腐ってかね、ほんまお前。お前は用ない男やわ。クリックの方が楽しそうだなもう。カチッカチッ。あ
あー、いきなり来ませんように。気になり来ませんように。十分な勝ち切れる。焦った焦ったエリトラ取ったのが誰だ誰だお前持ってんだよ。こせこのバイか。あー、夏、一ついとかその中なかったぞ。だって俺が取ったわ。当たんねえのか今。じゃあなんでここに来たんだ、もう一回。正直にこれを求めてきたんだと思った。違うよ。あ、ちょ、削除対象エリアって落ちそうになったんだよ。わかれ。なるほど、あそこにゴキブリが一人いるぞ。いやー怖い、これは無理だろ。あー、殴っていく。どっちかが死にそう。くそだ、マップかけ限定だから。ちょこまかし、足上がって。くっ。フレーム一発食らうと焦るんだよな。うわっここはアウトか。アウトでしたねー。とってもいい。あー大エルトラってよかった。今俺の目の前でトマトジェリーみたいな状態になってたよ。マストバイザーが。トマトジェリー。なんだトマトジェリー。めっちゃいい戦いしてるよ。これめっちゃいい。なんでマジでどこだ。使えてもなんでこいや飛んでるから。どこだ。もう打ちまくって。よっしゃっと。長かった。よこせ。ほらよこせこの。くそ。ああ荷物が大変なことや。悔しい今の悔しいもんから。やっと出せるようになったぞ。二人ともこれエリトラも持ってる。ああドキドキした。これでも取る方法ないよ。あるドキドキした。いや取れるでしょ。まだ取れるか。あれ下の方から登ってこれる。いいじゃない。なのはよかった。いい勝負だった。ブッチの方。ガンガン攻めに行くなこいつ。ナチュラルに飛んでる。あ、間違った。ちょっと匂うんだけど、このチュスト。いや何してんの撮りたいのに、この花火。邪魔だ、これ。もったいねー。匂うぞ。バカだねまだかな。早くしてくんねえかな。いや、もう撮りないと。消えちゃう。早くしないと消えちゃうぞ、お前。大丈夫だよ。削除対象だ、お前、ここ。そうなんだ。いや、大丈夫。まあ、今、全然余裕だから。あ、額縁ここあるもうないんじゃないかな。額縁はないな。消えてるんですか。削れてる。綺麗に額縁の壁だね。残り方が分かるね。ちょっと楽しみ。アサルトライフルだったさ。あ、なんやね。いらんわ。あれここ削除対象エリアだぞ。ゆえさん、お前、それ。もしやですね、これはね。え、マジで何いや、なんか。ちょっと俺一瞬しか見えなかったけど。うわこいつうわってなんだ。いくぞ。危ない。危ねえな。くそ。大丈夫だ。死ねよって。そんなうかつなことはしませんが。いやでも今撃たれてるぞ。逃げた。なんしろ。迎え撃つか。何？なんしろ。ポンチョが飛べる日はいつになるかな。危ない。あいつ死ぬんじゃね。ダメです。結構ラッパだね今。あ、夏飛んだもう飛んだ終わらないかっこいいんだけど、いいぞ。この間にリュウエンどこ行った。お、構えてる。あいつもしかしてサイド持ってんのか。そうですね、さっきフルオートショット感でゴリラ切れてるから。サイド元にフルオートショット、このボールの硬さにその武器も手に入れた。一発入った。フルオートショット、サイドか。ゴリラじゃん、リュウエンのこの防具で。お前なんか硬くね、それ。うれ、クロスボウのダメージがどれだけ入ってるのかっていうのが怪しいな、これは。いや、怖い。いや、クロスボウのダメージ、肩が知れてるんじゃないいや、もうここで決着するか。おっ、飛んだ。サイバー相手にすげえ頑張って。飛んでいく。ほら、あー、くそ、ダメか、気持ち飛びながらの射撃。いや、拡散連射は強すぎるぜ。強いよ。あ、危ない。フラッシュバンか。今のは危なかったな。あ、暗闇か。あ、これはいい。あ、まだ大丈夫か。まだ花火は大丈夫か。まだあれ、花火の傘大丈夫か。全然あるよ。結構使ってる気がするが。今の面白い。え、大丈夫だ。お、ここで。硬い。早い。うわ、まだ持ってんだ、あいつ。マジかよ。まだ逃げる。しぶとい。よし、いや、飛ぶの大事。この間に解散回復かな、お互い。嫌な産卵具合やばいな。次でフェーズ5で
階級の。いや、でも夏はこの矢はまあ回収できるからな。まあ、多少はね。やばいぞね。ポンチョが飛べるのシャープ何かな。200。あ、ラスト決まったぞ。リュウエン、ボツにしたきゃな、したくなければこっちに来い。なんでだよ。弾がねえ、弾がねえっていうか、あの、あれがない、花火がない。多分飛べねえんだ、ナス。またあんないい試合したのに。買い占めすぎたからだよ、多分。ボツにしたくなければこっちへ来い。ナスにはしないけどな。ナス、リュウエンチキンだからそっち行かないよ、絶対。殺し方がやばい。そんなんでええんか。その装備で俺に逃げ勝ちすんの。じゃあ、じゃあとりあえず一勝ね、これ。何それ、おかしい。とりあえず分かったの意味を。おかしい、おかしい。行ったぞ、行ったぞ、あいつ。あ、来た、来た。いや、間に合うか、これ。お、やべえ、上からのショットガン面白いな、これ。あ、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 2人とも隠していく、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 くっくっくっ、なんとか、なんとか。嘘だろ、お前。いいんだよ、これ。なんだよ、この決着だよ。変な決着。変なの。いや、終わった。やったー。いや、これは竜への感じだわ。そうね、いや、ドキドキした、めっちゃ。これはすごい。手ごわ、なつ手ごわ。ロケット花火の量もあるんだよね。まあ、まあ、そうだな。まあ、生存者がお互いしぶとい場合はこういうパターンが、ね、ありえるんだな。まあ、夏あそこで仕留めてれば勝てた。怪物がね、一発待って、一発でも怪物入ってたら絶対勝ってたんだけど、怪物入んない。持ってたの、怪物ライフル持ってたんだよ。お前、怪物とサイガ持ってたの。そうだよ。ずるくね、あいつ。そうだよ。サイガって俺と。俺、アサルトライフルと多分石の剣ぐらいで頑張ってた。サイガはだってね、ちゃんと奪ったの。そうだよ。